羽毛恐竜、羽毛恐竜とは、羽毛の痕跡が化石記録で確認されている恐竜を指す言葉である。特に1990年代以降、中国の女性らによって、東北部の遼寧省から多数の羽恐竜の化石が発見され、や、羽毛の発生に関する議論の中で大きな役割を果たした。古くは1861年に発見された。 チョウの化石にはっきりとした羽毛の印象が残されていた。しかし、チョウはあくまでも鳥であり、系統的に近い住脚類が羽毛を生やしていた。証拠は長年見かっていなかった。1960年代の恐竜ルネッサンス以降、恐竜と鳥の系統関係が再びクローズアップされるようになった。その流れの中で、ロバート・バッカーや、 グレゴリー・ポールなどの恐竜高音説を唱え一派は、羽毛を生やした恐竜復元図を盛んに描くようになった。それでも、羽毛の明確な痕跡が残っている恐竜化石の発見は1990年代まで待たなければならなかった。現在では、羽毛の痕跡が見つかっている恐竜は20属以上に上り、そのほとんどが獣脚類である。そして、そのほとんどは、 中国の遼寧省に分布するのから見つかっている。中でも、の化石の羽毛の印象部分からは、免疫学テストで、ベータ核質、鳥類の羽毛の主要タンパク質が検出された。このように現在では、少なくとも一部の恐竜が羽毛を生やしていたと、あるいは、羽毛の原型となる体毛を持っていたことは、化石記録から確実視されている。ちなみに、 羽毛恐竜とは特定の分類群を指す厳密な専門用語ではないことに注意が必要である。例えば、ドロマエオサウルス科の羽毛恐竜は多数見つかっているが、ミクロラプトル、シノルニトサウルスなど、羽毛の痕跡が見つかっていないデのノニクスを指して、羽毛恐竜と呼ぶとは少ない。もちろん、禁煙のために羽毛の痕跡が見つかっている以上、デのノニクスにも羽毛があった可能性は高い。 同様に、鳥類を指して、羽毛恐竜と呼ぶこともない。分岐分類学の概念では、鳥類もすべて、恐竜であるため、原世の鳥類はすべて、羽毛恐竜になってしまい、混乱が生じる。現在の一般的な認識では、恐竜から鳥類を除いた、グループ、いわゆる非鳥類恐竜の中で、羽毛の存在が化石で確認される種類を指して、羽毛恐竜と呼んでいる。 あくまでも俗称に過ぎない点に注意が必要である。本項目では、羽毛が確認されている、非鳥類恐竜について記述する。1859年に、ダーウィンによって、種の起源が発表されて、すぐに、イギリスの進化論支持者である生物学者のハクスリーは、鳥類が恐竜の子孫であるとの説を提唱した。彼は、コンプソグナトストシソチの骨格を比較し、 前足と羽毛は別として、両者の骨格がよく類似していることを示した。1868年に彼は著作ンザ、アニマルズ・ウィッチ・アーモースト・ニアリー・インターミディエート、ビトウィンバーズレプタイルズを出版した。当時の恐竜研究の第一人者であったリチャード・オーウェンは、ヒソチョウは最初の鳥類であり、恐竜の系統とは大きく離れたものである。として、ハクスリーの学説に反対した。 20世紀に入ると、鳥類の起源をめぐる論争の中で鳥類の恐竜起源説は、ある字から外れ、鳥類の起源は、野草馬類、あるいは、主流類のいずれかの系統にあるものとされた。1964年になって、ジョン・オストロムが小型肉食恐竜、デーノニクスの骨格を報告したことによって、鳥類と恐竜の系統関係は再び、クローズアップされることになった。 恐竜ルネッサンス。その後、恐竜と鳥類の系統解析に分岐分類学が導入されたことによって、住客暗黙のマニラプトラ類と鳥類の類縁関係は明確なものとなった、分岐分類学的な意味で厳密に言うと、鳥類、マニラプトラ類に含まれることが証明された。鳥類を含むマニラプトラ類に共通する特徴として、首の構造、恥骨の形状、手首の構造、 半月型の手根骨、腕と胸体の構造、肩甲骨、鎖骨と胸骨を含むが挙げられる。このか、100を超える解剖学的な特徴が、マニラプトラ類の共有派生形質として知られている。幾人かの研究者は、恐竜と鳥類の共有派生形質と他の特徴に注目して、少なくとも若干の獣脚類は羽毛に覆われていたと主張し始めた。 1975年に出版されたダイナスアルネッサンスの中でサラランドリーはコエロフィシスカのシンタルルスには羽毛があったと主張した。さらに和1970年代の後半には原始的な羽毛を生やした肉食恐竜の復元図を発表した。1990年代までに大半の古生物学者は原生の鳥類を生きている恐竜と考えるようになり絶滅した。 恐竜、一般的に言う恐竜を非鳥類恐竜として定義した。羽毛恐竜の発見の前だったので、その根拠は、ハクスリーやオストロムラの比較解剖学の情報にのみ、限られていた。一部の主流の鳥類学者、スミソニアン博物館キュレーターのを含むは、類の恐竜起源説に対して異議を唱えた。その根拠として、羽毛のある恐竜化石が見つかっていないことを挙げた。 1995年、ついに念願の羽毛恐竜が、中国、遼寧省の下部白亜系の化石密集層から、見つかった。この化石密集層からは、たくさんの完全な動物化石、昆虫、魚、山椒魚、哺乳類、亀、トカゲ、ワニ類など、や、植物化石が見つかっている。今から1億2400万年前、内モンゴルで、 火山活動が繰り返されたことによって、この辺りには大量の火山灰がもたらされた。最流な火山灰が、生物以外の上に降り積もることで、奇跡的に良好な保存状態で化石が残された。そのため、羽毛などの細かな表皮構造もよく保存されたと、考えられる。恐竜と鳥類の系統関係を考える上で、羽毛と飛行様式の進化理論を考える上で、最も重要な発見が、 羽毛恐竜の化石である。また、同じ1995年には放卵している状態のままで保存されたオビラプトロサウルス類、キティパティの化石が発見された。この化石、渦によると、彼らは前足を鳥類の翼のように畳み込んで卵や幼体を保護している。この標本からは羽毛の痕跡は見つかっていないものの、 原生の鳥類の放乱の姿勢との類似を考えれば、彼らが羽毛を生やしていた可能性は十分にあり得る。さらに2007年になって、ウンレルラは、ベロキラプトルの尺骨から羽柄の付着するコブを報告した。この特徴は、ベロキラプトルが大きな二列風切り派を持っていたことを示唆している。このように少なくとも一部の恐竜に羽毛があったということは、 直接の羽毛の痕跡だけではなく、骨学的な証拠からも裏付けられている。行姉から見つかった羽毛恐竜の化石には、羽毛の痕跡があまりにも綺麗に残っていることから、羽毛の印象が人工的に捏造されたものではないか、という疑念が示されたことがある。しかし、羽毛恐竜の羽毛部分の化石は、同じ場所から産出する鳥類化石と同様の惨状を示しており、 羽毛恐竜の羽毛のみが人工物であるという合理的な根拠はない。また、同じ場所から産出する哺乳類化石には体毛が、爬虫類化石には鱗が残されていることから見ても恐竜の羽毛だけを疑う特別な理由は見当たらない。1999年に遼寧省から見つかった羽毛恐竜の化石にアーケオラプトルという名前が付けられた。 この化石には明確な羽毛の痕跡が残っており、恐竜と鳥類とをつなぐミッシングリンクとして、ナショナルジオグラフィック誌にて、大々的に報告された。しかし、その後この化石は偽造であることが分かった。中国の古生物学者女性は、掲載された標本の写真と当時未公表であった、標本とを比較し、 ナショナルジオグラフィック誌に掲載された標本が異なる化石標本を二つつなぎ合わせたものという結論に達した。彼の主張はナショナルジオグラフィック編集部を動かし化石入手の経緯などが調べられた。その結果掲載された標本は劣造されたものであることが分かった。調査の結果アーケオラプトルの下半分は現在ミクロラプトルとして 知られている羽毛のあるドロマヨーサウルス類のもの、そして上半分は、基地の最初期の鳥類のものであることが分かった。現在、多くの非鳥類恐竜が羽毛を持っていたことが知られている。ここでは、羽毛の証拠が見つかっている属のリストを示す。アスタリスクを付けた属は、骨学的な特徴から、それ以外の属は、羽毛の印象化石から、羽毛の存在が裏付けられている。 羽毛の構造は、最初は単純な中空のフィラメント構造に始まり、次第に複雑さを増していき、太くて頑丈なウジクトメッシュ状の構造を持つ羽毛になっていったと考えられている。化石記録からは、羽毛が最初に備えた機能が保温であったことが推測されている。皮膚化石によると、大型のティラノサウルス類の体表は角鱗に覆われていたが、原始的なものでは、 体表は、羽毛で覆われていたことが、明らかになっている。このことは、大型のティラノサウルス類の体表は、角コと羽毛の両方で覆われていたことを示すかも、知れない。あるいはティラノサウルス類は、原生の際や、象のように、妖体は保温のために、繊維状の羽毛で覆われていて、成長するに従って、羽毛を失っていったことを示しているのかもしれない。成長したティラノサウルスは、 原生のアフリカ像とほぼ同じ体重になった。もしティラノサウルスが高温動物であったならば、体表からは効率的に熱を放散する必要があった。羽毛の有無はこのことに大いに関係する。素粒類の最初期の羽毛は、どの段階で獲得されたか、はっきりとは分かっていない。原始羽毛がどんなものだったのか、独立して複数の系統に現れたものなのかどうかは、 議論が分かれてい、繊維上の体毛は翼竜にも存在する、それです。長いう軸を持つ羽毛は、長番類のプシッタコサウルスとティアニュロングの標本でも確認されている。2009年、ラはベーピアオサウルスの標本に残されていた表皮組織がプシッタコサウルスや翼竜の体毛とよく類似している事実を指摘した。彼らはこれらの構造のすべてが、 おそらく三畳期中期かそれ以前の鳥系類、あるいはそれ以前の素粒類の進化の早い段階での共通の祖先から受け継がれたものだ、と主張した。羽毛化石に共通する特徴と分岐系統の研究によって多くの研究者は、羽毛の発生は恐竜イコール鳥類の系統の中で一度きりであったという説、いわば羽毛の単系統説に同意している。羽毛は、 後の鳥類に引き継がれた、二次的に羽毛を失った種類はいる。研究者たちはこの理論を踏まえ、たとえ羽毛が見つかっていない種類であっても、羽毛恐竜の系統上にあるならば、羽毛があったと想定するようになった。原生鳥類の個体発生の研究などから、羽毛の発達史はよく知られている。そのため、この理論は、羽毛の痕跡が見つかっていない恐竜が、 どのような段階の羽毛を持っていたのかを推論するのに用いられる。羽毛の印象化石はとても稀であり、羽毛が保存されるには特殊な体積環境を要する。したがって羽毛恐竜はわずかにしか確認されていない。系統分類を通して研究者は羽毛が保存されていなかった標本についても羽毛の有無を推論することができるようになった。 明らかに羽毛がないを記載した研究者は、羽毛を持つコエルロサウルス類の分岐系統学的な研究を行った。ほとんど皮膚の印象化石が見つからなかった種類についても、他の羽毛恐竜との系統関係に基づいて、羽毛の存在を推論した。彼らは、系統関係に基づき、ペロキラプトルが、うじくつきの羽毛を持っていたと推論した。この予測は後に、実際の化石によって確かめられた。 原生鳥類の羽毛の個体発生の研究の成果と、恐竜イコール鳥類系統での羽毛の進化史の研究の成果とを合わせて、羽毛がどのような段階を踏まえて、現在の形質になったのかが示されている。羽毛の発達史は以下の段階に区分することができる。これら羽毛の発達史の各段階に基づき、次に示す恐竜イコール鳥類の系統の中で、羽毛の発達史の 各段階がどの系統に対応するのかを示す。分類名の横にある数字は上の核発達段階を示す。S は体が鱗で覆われていたことを示す。羽毛恐竜だけではなく皮膚の印象化石など表皮組織について情報がある恐竜もディスプレイ用の羽毛は恐竜からも知られている。最も原始的な例なのである。このディスプレイ用の羽毛はとても長く。 短い尾の先にリボン状に生えている。奇妙なことにエピデシプテリクスには翼の役目を果たす羽毛が残っていなかった。このことは彼らが鳥類の系統の中で二次的に飛翔能力を失ったか、あるいはディスプレイ用の羽の方が飛翔用の羽よりも先に進化したことを示していると考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。